イケメンになりたい、松木です。この秋はイケメンになろうと思います。なので秋やし、ちょっとコスメも全体的にガラッと変えたいなと思って、この間コスメをジャンと買ってきたので、ジャンとメイクしていこうかなって思います。イケメンな秋を目指してぜひ見てください。はい、では下地からやっていきます。もうね、乾燥が気になり始めたんで、オイルをこの化粧前のスキンケアに取り入れるようにしました。このディオールのね、カプチュールユースインテンス R オイル、これめっちゃしっとりして、やっぱ化粧水乳液だけでもいいんだけど、オイルをすることでだいぶこの肌に潤いを与えるから、これはちょっとお高めだから、まあ、安いオイルでおすすめはって言われたら It's Skin、 これは割とこうビタミン与えるタイプだから、もっと保湿タイプは別に種類がいっぱいあるんだけど、私は割とこう眉間のとことか小鼻のとことかはもうほんと乾燥しやすいから、まぁ、ちょっとね、化粧水した上にこう重ねてね。じゃあ最初に下地、こちらです。イヴ・サンローランのこのね、ラディアントタッチブラープライマーの1番、これめちゃめちゃさ、あの毛穴の凹凸がなくなるっていうのですごい有名な、見たらさ、結構この液体の中にキラキラゴールドパールが入ってんだけど、パンプしとって凹凸がマジで綺麗になるよね。まあ、ちょっとね、この顔中心にこれはのせるかな。まあ、そのままこう伸ばしていく感じで、塗った後サラサラするんだよねこれ。まあワンプッシュぐらいを顔に軽く塗るって感じかな。これは次のベースはドゥドゥン3のアンジェリックコンプレクションプライマー、緑の下地なんですよ。で、私基本的にこう鼻周りとか顔の皮膚がすごい薄くて、色素沈着しやすかったり赤みが出やすいタイプの肌で、あのコントロールカラー緑が合うんですけど、顔全体にコントロールカラーって塗ると真っ白になっちゃって、けどこの3のコントロールカラーはもう顔全体に塗っても白浮きしないし、すごい綺麗に馴染んでくれて赤みをちょっと抑えてくれるっていうのがめっちゃいいじゃんってなって、SPF 入ってるし 22PA3+ だから、じゃあこれを全体に塗ります。ワンプッシュ、じゃあ顔全体にこれは塗ります。お茶の匂いみたいなするんだけど、抹茶みたいな。じゃあワンプッシュは足らんな、これは2プッシュぐらいかな。顔半分ワンプッシュ、いやワンプッシュか、ワンプッシュ半ぐらいかな、顔全体に。はい、今ベース塗りました。このあと、まあ、下地なんて順番的にはファンデーションなんだけども、季節の変わり目ですごい肌荒れしてしまって、あんまりファンデーション塗りたくないな、けどやっぱ赤みとかニキビ跡とかどうしても隠したい部分はあるけど、全体にこうファンデを塗りとうないっていうので、ドゥン、イヴ・サンローランのラディアントタッチハイカバーの方、ペンシルタイプのコンシーラー、これでしっかりこの小鼻の赤みしっかりこれで隠していきます。こういうね、小鼻の赤みが本当に気になる。あとこの顎周りのニキビ跡がほんまにな、無理ね。最近はデコにもニキビできるようになったのよ。これ気になるとこだけね、隠していくっていう。なんかファンデってどうしても崩れるじゃん、もう3時間ぐらい経ったら。全然肌質変わるもんね、やっぱファンデするしないで。相当ファンデって肌にこう負担かかってんだなって思いますね。これだいぶ、私なんでこのコンシーラー、ペンシルタイプのコンシーラーさ、まあ、これも人気のやつでさ、みんないいいいって言っとったけど、まあ、買わんかったけど、これも早く買えなかったわ。こんな感じ。で、お粉、ローラメルシエのこのパウダーのちっちゃい版、ミニのバージョンがあったんで、トランセントルースセッティングパウダーってやつ。ローラメルシエってお粉が優秀だね。これを筆に取って顔全体に広げます。ふわっとね、いかにこうベースを薄くカバーできるかっていう、この秋の私のチャレンジ。まあ、下地でこうオイルとか使ってしっかり保湿してあるんで、粉は顔全体に塗ってもそんな小粉っぽくなりすぎないというか、フレはいつもやるけど6+のやつ。この後のハイライトもローラメルシエで、これはもう私もうずっとこれに出会ってからずっとハイライトはこれです。ローラメルシエマットラディアンスベイクドパウダーの1番。もうこれはやめられんな、ほんま。鼻筋に光
りを。ほら、チルンチルン。まあ、塗る場所としては鼻筋と目頭と心臓と眉下と唇の山ですね。シェーディングもね、引き続きこちらの風味を使います。鼻筋いきます。私は割とこう鼻のこのね先までツンとしたこう横顔を見た時にスッてなった鼻が好きなんで、で私は急進顔なのでこの余白がね、まあいらないのよ、もう余白ギャンギャンに消すで。うん、様々でございます。この秋服装もメイクも髪型もちょっとイケメンになりたいっていうちょっと目標がありまして、やっぱ彫りは大事で、顎下とかも、ね、しっかり塗ると二重顎のとことかもね輪郭がはっきりして首とこう分かれてこうすごいね顔がシュッと見えるんで、ここなんかさ、メイクって顔だけだけどこの顎下までこうシェーディングすると、ほらだいぶ最初と違うくない？はい、ベースは完成、こんな感じです。じゃあ次眉毛移ります。これも買いました、最近。これね、アンドビーのリキッドアイブロウのナチュラルブラウン。リキッドタイプのアイブロウってなかなか落ちないから、で髪色もだいぶ明るくなっちゃったんで、それに合うちょっと明るめのブラウンがいいなと思ってこれにしました。なんか今描いてるのが筆で、反対側が外すとパウダーになってるみたいな感じなんで、持ち運びにこれもいいなと思ってこれにしました。リキッドのいいとこは一本一本こう自分の眉毛みたいに描けるのがすごく良くて自然なんだよね。眉毛はこんな感じです。でこの付属のパウダーでもいいんだけど、前も使ってたフーミーのパウダーのこれもね、この夏よく使ったんで、この一番ブラウンの方良きだなってことで使います。これポイントはやっぱイケメンの眉毛はこの眉頭をこういかにこう立ち上げるかみたいな。なんでこのイケメンになりたいのかというと、秋服でやっぱセットアップがどうしてもねかっこよくて、セットアップに似合うメイクってやっぱりこうジャケットとかなんで、イケメン風の方が合うなと思って。次は眉マスカラなんだけど、アンドビーのアイブロウマスカラで明るいやつ。やっぱどうしても髪がね明るいと眉毛濃くなるから、それでちょっとね薄くして、これすごいね先が細いから色のせやすくて、立ち上げて立ち上げて、あ、塗ると塗らんで濃さが全然違う。アイマスカラ完了。次にアイシャドウします。これ新しいアイシャドウ買いました。3のねアイシャドウなんじゃけど、もう中の色可愛いで、見てほら、この秋っぽいパレットがもうとにかく発売された時にあ可愛いと思って、3の好きなところは発色がいいで、ラメ感が綺麗。まずこのカラー、これをまぶたに塗ります。一度塗りでこんなに発色するっていう、すごい発色するの。さっと塗っただけでこんな発色するの。目の際から上に、うん、まあ秋っぽい。次にこのテラコッタのカラーを下まぶたにのせます。神田袋に。次にこの黄色いカラー、目頭の部分にのせます。すごいパール感綺麗、ツヤツヤって感じ。最後にこのブラウン、目の際をアイライン代わりに塗ります。アイラインを今年の秋はちょっと使うのやめようと思って、アイライン代わりに際に乗せて締めてこうって感じ。この目尻の下まぶたの目尻の、ここね私もここは必須、ここにほんと乗せるだけでマジで目の大きさが違うと思うわ。はい、こんな感じでアイシャドウは割と濃いめに乗せました。ブラウンオレンジな感じの目元です。はい、これ全色使いました。このねあのテラコッタのカラーだけちょっとテクスチャーがあのクリームっぽいので密着感がある、それが普通の粉ですね。そしてやっぱりマスカラは君だ。クリニークのブラックのマスカラで締めます。ドゥーン。しかもまつげパーマしたばっかですごい上がっててやりやすい。ちなみにこれ撮影するとき私自然光でやるんですよ。ライトを使うとさ元の色がわからんかなと思って。目元アイメイク完了。はい、ではチーク
次チーク、これエトボスのミネラルシマリングデュオっていうやつ。このね、右側がテラコッタのカラーなんで、こっちの右側の色を薄くほっぺにのせます。私あんま普段チークせん人なんだけど、まあかっこいい系だと怖い印象になるかなと思って、柔らかくするために薄くね、本当にね、なんか血色感出すぐらいなんで、ほって感じ、くる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 、はい、まあ、軽くね。そして最後にリップです。レアナニのプレミアムトーンアップルージュのテラコッタ。テラコッタ好きやなって感じやな。こんな感じの色味、これのいいなって思ったとこが、すごい潤うから、ちょっと唇は女って感じで塗ります。こんな感じになります。塗るとうるおうし、すごい可愛い、このオレンジっぽい色が、このアイシャドウとめっちゃ合うなと思って、抜群じゃんと思って買いました。だんだんこんな感じです。前降りました。どうもイケメンマツキですはい、まあちょっとおすすめなのはやっぱりね、アイシャドウパレットがやっぱ使いやすい無難な色かと思いきや、やっぱラメ感とかこうテラコッタのカラーが絶妙に可愛くて、まあ使い方によって塗り方によってまた違う雰囲気のメイクにできるし、めっちゃいいなーって感じだったな。まあ、冬に向けてやっぱ引き続きノーファンデを目指してちょっと頑張りたいなという気持ちですね。そんな感じです。可愛い女の子とご飯行ってきます。もうなんかさ、彼氏に頭ポンポンされるとかさ、もう何でもしてくれって感じやけどさ、普通に彼氏じゃないやつに頭ポンポンされたらさ、マジで頭ポンポンより鼻ほじられる方が好きなんですけどって嘘ついちゃう